伸び並ぶ日本人の問題じゃないですか。文字通り命がけで世の中を変えて、縁もゆかりもない自分に、縁もゆかりもない自分に、私が立候補してやったんですが、西村さんが伸び並ぶ日本人の問題じゃないですか。世の中を変えたい。文字通り命がけで世の中を変えたい。